局の動画をご覧いただきありがとうございます。ナビゲーターの鶴巻真希です。今回もシリーズでお届けしているとんでもなくすごい国だった昔の日本をお届けいたしますので、どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。私たちが普段何気に使っている電池、リモコンや時計、ゲーム機やスマートフォン、災害時の非常用電源など、実に様々なシーンで多くの電池が私たちの暮らしを支えています。今や私たちの生活になくてはならない必需品ですが、一体誰が発明したのでしょう。実はそんな電池には熱いドラマが隠されていたのです。その歴史は古く、紀元前250年頃、世界最古のメソポタミア文明で生まれたバグダッド電池が発祥と言われています。そして現代の私たちが使っている乾電池も、今から約120年前の明治30年、アメリカからドライセルという名前で輸入されてきました。ところで乾電池の乾やドライセルのドライのように、なぜわざわざ乾いたという意味を持つ字を使っているのでしょう。それは当時人々が知る電池といえば、今のような形状ではなく、容器に液体が入ったダニエル電池とかボルタ電池などと呼ばれる質電池のことを指していたからなのです。液体を使った質電池とは違う電池というわけで、あえて乾の字を冠したというわけですね。今までの電池とは形も性能も全く違う画期的な舶来品を見た当時の日本人は大変珍しがり、さすが科学技術の進んだアメリカだ、こんな便利なものを発明するなんて、と誰もが口を揃えて褒めたたえます。ところが、そんな人たちを見て苦笑いする一人の青年がいました。彼の名は八重石蔵、後に乾電池王と呼ばれる人物です。実はドライセルが輸入されるずっと前に、この名も知られぬ一人の日本人青年によって発明されていたのです。彼は江戸時代末期の文久3年1864年、現在の新潟県長岡市にあった越後長岡藩の藩士八重家の跡取りとして生を受けました。八重家は代々上級武士の家柄だったのですが、不幸にも彼が3歳の時に父を亡くし、当主を亡くした家はたちまち没落、母と姉、まだ血のみ子だった妹と共に叔父の家に引き取られます。やがて6歳になった彼は、米百俵の精神で知られる国官学校に通い、家を再興するべく勉学に励む日々を過ごします。その当時の石蔵少年はわんぱくでとても活発な子供でしたが、水車や駒など機械的な一定の動きをするものに大変興味を持ち、それらが彼の目についた途端、時を忘れるくらいずっと眺め続けていたので、周りが心配するほどでした。そんな日々を大自然に恵まれた美しい北陸の地で過ごしたのですが、この頃の越後長岡藩は戊辰戦争の一つ北越戦争に敗れ、藩内は貧窮し、その日の食べ物にも大変苦慮する状態であったといいます。やがて明治維新を迎えた越後長岡藩は廃藩置県により、その存在を消される運命にありました。そんな激動の世に残された子供たちの将来を憂慮した国官学校の教師でもあった彼の叔父は、石蔵少年に東京の大きな店で修行することを勧めます。今でいう進路指導ですね。京屋時計店、そこは東京の名所に数えられるほど市民に親しまれた大きな名店です。文明開化を迎えた時代の最先端を行く東京の光景に圧倒されながら、夢と希望に胸膨らませ、丁稚として働き始める石蔵少年だったのですが、新米の彼には掃除と雑用だけが与えられ、来る日も来る日も下働きの日々が続きます。一切時計に触らせてもらえない不満を抱えながらも頑張ったのですが、その無鉄砲な性格が災いしたのか、幼い体で無理をしたため体を壊してしまいます。そんな様子を見かねた店主から諭され、ついに一度も時計に触らせてもらうことなく、失意のうちに国元に帰ることになりました。しかし、ふるさとに戻ってからも、彼の心には東京で見た光景、その存在に圧倒された京屋時計店の大時計、
美しい西洋時計の数々に魅せられた思いが日増しに詰まっていったのです。そんな思いが忘れられない彼はどうしても時計職人になりたいと決意し、地元長岡の矢島時計店で修行することを決めます。東京での失敗を教訓に懸命に働いた彼はやがて店主に認められるようになり、ついに念願の時計に触らせてもらうようになりました。それからというもの、めきめきと腕を上げた彼はある日、自分で修理し終えた時計を前に、ふとある考えがよぎります。ネジを巻かなくてもずっと動き続ける時計は作れないものだろうか。と。こうして永久に動き続ける機械を作るという夢を持った彼は、いても立ってもいられなくなり、昼間の仕事を終えるとすぐさま制作に取り掛かろうとします。ところが、一体何をどうすればいいんだ？そう、決意はあったものの、肝心の知識が足りなかったのです。早速翌日から、仕事の合間を見ては本屋に立ち寄り、専門書を読み漁るようになります。ところが、本に書かれていることはとても難しく、当然、先蔵少年には到底理解できないものばかりでした。それでも寝る間を惜しんで、書物と格闘する日々を過ごしていたのですが、ある日の夜のこと、後から入ってきた新入りの少年から、まさに目から鱗が落ちるようなアドバイスに衝撃を受けた彼は、東京に行くことを決意するのです。家族の反対を押し切り、郷里を後に再び上京した彼は、遠い親戚にあたる石黒忠則陸軍軍医総監のもとに身を寄せます。そこで夏目漱石の坊ちゃんで知られる東京物理学校、現在の東京理科大学に通い、受験に向けて猛勉強に励む日々を過ごします。最初は神戸大学校、現在の東京大学工学部への入学を目指していたのですが、入試条件が厳しいため東京職工学校、現在の東京工業大学に目標を切り替えます。満を持して入試に挑んだ彼は1度目は失敗、翌年2度目の試験に挑もうとするのですが、入試には年齢制限があるためこれが最後のチャンスとなります。ところが、しまった。試験前日、興奮してなかなか眠れず、不覚にも寝坊してしまったのです。慌てて準備した彼は街中の時計を見ながら急いで試験会場に向かいます。よし、間に合うぞ。そう思いながら駆けつけた入試会場の門は閉じられていました。なぜなら彼の見た街中の時計はまだ9時になっていなかったのですが、大学側の時計はすでに9時5分を指していたからだったのです。なんとか受験させてもらうよう試験官に主張するのですが、頑として受け付けてくれず、とうとう門前払いを食らってしまいました。これからどうすればいいんだ。少年の頃味わった一度目の思い出も重なり、思わず大泣きした彼は途方に暮れてしまいました。こうして進学の道を諦めざるを得なくなったのですが、どうしても発明家になるという夢は諦めることができません。そう思った彼は同じ東京で実験器具を製造する会社を経営する叔父を頼り、そこで働かせてもらうことになりました。そしてその工場で職工として働きながら、ものづくりの技術をさらに高めていく日々を過ごすのです。そんなある日、ふと時計店の前を通りかかった彼の目に、西洋から輸入されたばかりの電気時計が止まります。それは今までゼンマイやおもりを人の手で巻かなければ止まってしまう時計の機構を電気の力で巻き上げるという画期的な最新時計だったのです。すごい、これなら巻き忘れの心配がないなと、すっかり感心した彼だったのですが、と同時に、いや待てよ、ゼンマイやおもりだけじゃなく中の機械すべてを電気の力で動かすことができればもっと素晴らしいものになるんじゃないか。そうだ、それこそが本当の電気時計だ。その考えが頭から離れなくなった彼の中に、発明家を目指す血がふつふつと騒ぎ出し、いても立ってもいられなくなるのでした。早速彼は自宅の土間に材料を揃え、昼の仕事を終えた後、まるで取りつかれたかのように寝る間を惜しんで毎日研究に没頭し続けるのです。
明治22年の年も暮れようとする頃、ついに彼の電気時計が動き出します。彼の発明した電気時計とは、まず今まで時計を動かすのに必要だった重りやゼンマイがなく、動力源に電池を使用したこと。時を刻む速度を司る重要な箇所を振り子の代わりに電磁石と永久磁石を用いた電磁テンプを使用したこと。この振り子の代わりにテンプを使ったという試みは非常に画期的で、振動や環境の変化に弱く持ち運びができない振り子時計の欠点を補うものだったのです。もしかすると将来的に懐中時計をも電気時計にするつもりだったのかもしれません。もしそうだとするなら、時計の歴史は大きく変わっていたかもしれませんね。そしてさらにもう一つ最大な特徴は、個々の時計を一つの線につなげることで全ての時計が正確で同じ時を刻むということ。以前遅刻して試験を受けられなかった苦い思い出からのアイディアだったのでしょう。まさにピンチをチャンスに変えるという発想がこの発明につながったのですね。ついに完成したぞ。興奮冷めやらぬ彼はすぐさま一心不乱に設計図と特許を得るための書類を書き始めます。そして2年後、その申請が認められ、日本初の電気に関する特許第1号となったのです。こうして子どもの頃から抱いていた発明家になるという夢を叶えた彼は、これからは順風満帆な人生が待っているかと思いきや、さらに波乱な人生は続くのです。自慢の発明品と天下の特許証を手に、早速彼は意気揚々と売り込みに行きます。彼の向かった先、それはファブルブラント商会という、その当時欧米から輸入した懐中時計などを扱う大手の貿易商でした。そこでは日本人時計技師をスイスへ留学させたり、時計心得帳を出版するなど、日本の時計産業育成に貢献した商社だったといいます。かの西郷隆盛さんとも家族ぐるみの付き合いがあったそうですよ。そんな大棚へ売り込みに訪れた彼だったのですが、最初仕入れ担当者から低意欲あしらわれます。しかし諦めず説得した結果、その熱意に動かされた担当者は店頭に彼の電気時計を置くことを快諾します。そして彼は飛ぶように売れる電気時計の姿を思い描きながら、意気揚々と家路に着くのです。これでやっと少しは楽ができる、そう思いながら店からの注文を今か今かと待っていたのですが、いつまで経っても念願の注文依頼は来ることなく、ただいたずらに月日が流れていったのです。歴史的にも画期的な発明品のはずなのに、なぜそれが世に認められないんだろう。すっかり落ち込んでしまい、呆然とした日々を過ごしていたある日、彼はあることに気づきます。そうか、時計が売れないのは電池に問題があったからだったんだ。最初にお話しした通り、当時の電池は容器の中に液体を入れたもので、持ち運びや温度の変化に弱く、常に手入れをしなければならない非常に面倒なものでした。よし、この電池を改良してやろう、そう思い立った彼だったのですが、ふとその手を止め、いや待てよ、どうせなら今まで誰も見たことのない世界最高の電池を作ってやろうじゃないか。忘れかけていた発明家の血が再び騒ぎ出したのです。こうして再び彼は寝る間を惜しんで、まだ見ぬ新型電池の開発に心血を注ぐのです。しかし試行錯誤を繰り返すうち、彼は大きな壁にぶち当たります。それは何度やっても化学反応により水素の泡ができてしまい、電気の流れが止まってしまうという現象でした。そこで彼は恩師である山川健次郎博士を訪ねますが、多忙な博士の代わりに彼の後の人生を大きく変えることになる一人の人物を紹介されるのです。田中舘愛吉教授、後に地質学的にも貴重な日本最大の地震断層ネオダニ断層の発見者であり、国内にメートル法を普及、現在の私たちが使うローマ字を考案するなど多彩な功績を残した人物です。そんな教授の協力を経て苦労を重ねた結果、見事世界最高の電池を作ることに成功します。
ところが、完成した喜びとは裏腹に、なぜか物足りなさを感じるのです。ちょっと待てよ。これって、中の液体を固体にしたら、もっとすごいことになるんじゃないか？こうして、一時の喜びに浸ることなく、さらに研究を続けた結果、作業するときに手元を照らすろうそくにヒントを得て、ついに夢の電池が完成したのです。乾電池、と命名した試作品を手に、早速、恩人の田中畑教授のもとへ向かいます。その発明品に驚いた教授から、すぐにでも特許を取るべきだ。と言われるのですが、なぜか彼は躊躇します。なぜなら、自信作だった電気時計の失敗、そして、特許を得るのには大金が必要だったからなのです。そんな思いから、彼が二の足を踏むのは当然のことでした。喜び半分、悩み半分で帰宅した彼の背中を押してくれた人物。それは、彼を優しく迎え入れた妻、伊佐夫人でした。貧しいながらも、気高い武士の血を引く彼女は、自身が内職で得たお金を用意して、夫に特許を申請するよう諭したのです。出会い乾電池合資会社。自宅の軒先に看板を掲げ、ついに念願の城を持った彼は、早速乾電池の製造を開始します。ところが、一向に乾電池は売れません。それもそのはず、肝心の電池で動かす機械が一般家庭にはなかったのですから。またか。以前の悪夢が脳裏をかすめ、不安になる彼を支え続けたのは、他でもない彼の妻、伊佐夫人でした。彼女は夫に気づかれないよう、嫁入り道具をお金に変え、なんとか生計を立てていたのです。そんな功が実り、なんとか医療器具を販売する会社との契約を得た八重乾電池は、ついに始動するのです。その後、いくつかの問題点を改善して、事業を続けていたある日のこと、田中畑教授から思いもよらぬ話が舞い込んできました。それは、明治26年、1893年、アメリカで開催されるシカゴ万国博覧会に、田中畑教授の教え子であり、後に日本地震学の父と称される大森房吉教授が制作した最新式の地震計が出品されるので、その電源として八重乾電池を使いたい、というものでした。このシカゴ万博では、日本国の技術力を世界にアピールして貿易を広め、諸外国から押し付けられた不平等条約の撤廃を目指す。まさに日本にとって、国の威信をかけたとても大事な一大イベントだったのです。そんな晴れの舞台に八重乾電池が選ばれたのですから、夫妻の喜びもひとしおだったことでしょう。こうして世界中の注目を集めた八重乾電池は、その役目を終え、無事万博は閉会します。これからが楽しみだ。そう胸躍らせる彼のもとへ、息を切らして一人の男が駆け込んできます。田中舘教授でした。そして、教授からの報を聞いた彼は、愕然とします。なんと、八重乾電池と全く同じ新型電池が、日本に輸入販売され始めたというではありませんか。そんなバカな。絶句した彼に、ただただ謝り続ける教授をなだめ、その足で特許局へ向かいますが、そこで彼は、さらに愕然とさせられるのです。なぜなら、彼の特許は日本国内だけのものだったからなのです。そう、本来はアメリカでも特許を取るべきだったのです。自身の爪の甘さを痛感した彼は、また落ち込んでしまうかと思いきや、意気消沈することはしませんでした。クソ、偽物になんか負けてたまるか。彼の心に闘志の火がついたのです。八重乾電池の看板をさらに大きく掲げ直し、世界に認められた発明品ということを大々的にアピールしてドライセルに対抗しました。が、一向に売れ行きは伸びません。そう、未だ日本の家庭では肝心の電気製品がなかったのです。敵はドライセルだけではありませんでした。こうして不安と格闘する日々を過ごした彼に、再び思いもよらぬ事態が発生するのです。明治27年、1894年、日本は中国最後の統一王朝、清国に宣戦布告します。そう、日清戦争の勃発です。
出兵した日本兵を待ち受けていたのは敵兵だけでなく厳しい寒さでした。そんな極寒の地で軍が使用する通信機や電灯などが使えなくなる事態が発生したのです。原因は軍が使用する電池にありました。厳しい寒さの中、液体を入れた湿電池は凍りついてしまい、全く使い物にならなかったのです。事態を重く見た軍は、なんとか解決しようとありとあらゆる欧米諸国の電池を取り寄せるのですが、どれも使い物になりません。困り果てた中、国内で新型電池を作っている会社があると聞きつけた軍は、焼管電池の大量注文を依頼したのです。驚きながらも注文通り、なんとか手作業で大量納品を終え、初の大仕事を成し遂げた八重夫妻のもとへ、翌年、さらに驚きの報が届きます。大日本帝国軍、大勝利。それは、満州での日本軍大勝利の見出しで配られた号外でしたが、なんと、見出しの後に、勝利に貢献した八重管電池と紹介されているではありませんか。八重の電池は極寒の地でも凍りつくことなく、軍の通信機能を見事支え続け、部隊の連携が勝利につながったと。日本にこんなすごいものがあったのか。と、たちまち人々の注目を集めた八重管電池に、次々と新聞社が取材に訪れ、一躍時の人となったのです。実績と信頼を得た八重管電池は、後の日露戦争でも活躍したのは言うまでもありません。乾電池王の誕生です。こうして大成功を収めた彼は、明治43年、1910年、立派な社屋と工場を新築し、合資会社八重管電池は、ついに本格始動したのです。きっと、新社屋を見た彼は、幼い頃に見た東京の美しい建造物に圧倒された思い出を重ね、感極まったことでしょう。それからも彼は、現状に満足することなく、改良に改良を重ね、現在と同じような乾電池に進化させます。しかし当然のことながら、アイディアを盗まれた外国製の乾電池や、国内でも同じような模倣品が流通し、中には粗悪品も出回っていたといいます。それでも八重管電池は優れた性能を発揮し、他社製品の追随を許さない本物の製品として不動の地位を確立しました。ところが大正12年1923年関東大震災が彼の会社を襲い、壊滅的な被害を受けてしまいます。しかし持ち前の不屈の精神で見事会社は蘇り、いざこれからという時でした。彼を病魔が襲います。今まで睡眠時間を削ってまで無理をしたのがたたったのか、胃がんでした。そして夫人の献身的な看病も虚しく、昭和2年6月1日の朝、家族に看取られながら63年間かけ続けた波乱の人生に幕を下ろします。それはまるで夢でも見てるかのような美しい顔だったといいます。皮肉にも彼が旅立ったまさにその日、震災からよみがえった八重管電池合同会社の新社屋が完成した日でした。その後、悲しみを乗り越え、夫から託された会社を守ろうと、伊佐夫人は息子と共に奮闘するのですが、心の支えを失った心労もあったのでしょう。ついに力尽き、2年後の昭和4年5月11日、亡き夫の後を追うように息を引き取ります。運命のいたずらでしょうか。彼女も胃がんだったといいます。その後、創始者を失った八重管電池は次第に勢いを失い、日本の敗戦から間もない1950年、その輝かしい歴史の幕を閉じたのです。こうして、乾電池王の偉業が忘れ去られていこうとする中、一人の人物がその偉業を引き継ぎます。その人物は、八重咲蔵の葬儀に駆けつけた多くの参列者の中の一人でした。彼の名は、松下幸之助。そう、後に世界のナショナルブランド、現在のパナソニックを創設した人物です。激動の時代に生まれた八重管電池は、彼の手によって日本の乾電池として世界中に認められ、メイドインジャパンの礎を築いたのです。私たちが普段当たり前のように使っている乾電池には、
激動の時代を駆け抜けた先駆者たちの熱いドラマがあったのですね。こうして乾電池王の名が人々の記憶から忘れ去られ歴史に埋もれていったのですが、2014年、人類社会の有益な技術革新に貢献する世界最大の専門家組織 IEEE 米国電気電子学会がようやく AI 石像氏の偉業を地域社会や産業の発展に多大な貢献をした歴史的業績であることを認め表彰しました。表彰する人物も会社も現存していないため、名盤は AI 石像氏の故郷長岡市に贈呈されたのは寂しくもありますが、乾電池王の功績は間違いなく私たちの暮らしを豊かなものにし、彼の残した情熱と精神は今でも脈々と受け継がれているのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様のコメントやご評価、チャンネル登録をお待ちしております。